跡地に出店したニトリモール東大阪近鉄ハーツはかつて大阪府東大阪市西岩田にあったショッピングセンター近畿日本鉄道が運営していたが2010年3月31日をもって閉館した東大阪市の大阪中央環状線と近鉄奈良線との交差部北東にある近鉄玉川工場跡地約27,700 警報メートルを有効活用し、1991年11月に開業。複数のディスカウント系の専門店が入居するパワーセンター形態をとっており、それぞれのトナントは基本的に独立した建物に入居している。当初は12店舗でスタートし、テナントの入れ替えが不定期に行われたが、最終的に9店舗となった。もともと近鉄玉川工場跡地は、 1986年の工場廃止以来、将来大阪モノレールがこの地まで延伸してきた時に、近鉄なら線の交差部に駅を設置する必要に迫られた時のための用地として温存した。しかしそれまでの間の土地の有効活用を図るために15年間の期間限定事業として、生活遊楽村というテーマで日本初とされるパワーセンター形態のショッピングセンターを開設した。 その後15年が過ぎてもモノレールの門増駅以南の延伸は具体化しなかったため2010年3月まで活用期限を延長したその後モノレールの延伸は一旦事実上の凍結状態になりさらに近辺に複数の大型ショッピングモールが開業するなどして経営環境が変化したため同月31日に閉鎖された跡地はニトリア スーパービバホームを中心とした新しいショッピングモール、ニトリモール東大阪として2011年10月5日にオープンした。なお、玉川工場の業務はご移動研修者庫が引き継いでいる。その後の2016年1月に大阪府などが行った戦略会議で、延伸は2019年度着工、2029年度開業を目指すことが盛り込まれた。 ありがとうございます。